ボナパルト家の紋章ボナパルト朝は19世紀フランスに起こった王朝。一時はフランス本国のみならず一族が周辺諸国の君主にもなった。ボナパルト一族の共造ボナパルト家はコルシカ島の小さな貴族の家柄であったが一族のナポレオン・ボナパルトが1799年にブリューメル18日のクーデターで第一統領に就任しその後自らを フランス人の皇帝に衰退させる選挙を行い、圧倒的な賛成で1804年に皇帝ナポレオン一世として即位した。ナポレオン一世はヨーロッパ各国に侵攻すると自分の兄弟や親類を征服地の国王や大公に仕立て上げた。彼らは必ずしも私欲に走ったりナポレオンに追随したわけではなく、コラント王のルイやナポリ王のミュラなどのように現地の利益にある。 程度配慮した政策を行って指示を得る一方、ナポレオンと不安になったり排位させられた者もいる。いずれにしても彼らはナポレオンの失脚とともに没落した。上記のほか兄嫁の妹で元婚約者であるデジレクラリーの夫ジャンバティスト・ベルナドットをスウェーデンの王太子に据えているが、ナポレオンに敵対する道を選んだベルナドットは、ナポレオン失脚後もその地位を保ってスウェーデン王位につき、 現在まで続く、ベルナドって王朝の祖となった。後に、ジャンバティスと改めカール14世ヨハント・デイジレの息子であるオスカル一世が、ウジェーヌ・ド・ボアルネの娘、ジョゼフィーヌを王妃としている。ナポレオン一世の没落から約30年後の1848年、ルイ・ボナパルトの三男ルイ・ナポレオン・ボナパルトが、第二共和制の下で行われた最初の大統領選挙に当選し、 1852年には、クーデターと選挙によって、訂正を復活させ、ナポレオン3世として即位した。しかし、スペインの王位継承権問題がきっかけで1870年に、プロイセン王国と改戦したが、選挙区はフランス不利に傾く。セダンの戦いで、ナポレオン3世自ら前線に赴いたが敗北し、皇帝自らが捕虜になった。皇太子である、 ナポレオン4世は定位につかず、皇太子のまま政務を取ったが、パリ民衆の暴動のために2日間で、イギリスに亡命した。ナポレオン1世失脚後のフランス定位、請求者イコールボナパルト家課長は、以下の通りである。1997年以降、以下の2人が、当主の座を競合している。ありがとうございます。